どうもこんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。そうですね、ビジネスの相談を誰にするかっていうこと、悩みの方いるんじゃないかなと思います。自分で何か事業をしてみたいとかね、例えば何かどっかからネットワークビジネスの話がやってきたけども、参加していいもんだろうかどうだろうかとかね、それから投資の案件が来たけども、どのように自分は資金を配分すればいいんだろうかとかね、まあ言うまでもなく、こういったことを相談する相手ってのは、その道に長けた人とかね、少なくとも経験をした人、まあ、失敗経験とか成功体験どちらでもいいんですけどもね、失敗した人になぜ聞くかっていうと、どうやって失敗したかっていうメカニズムを知ることによって失敗の可能性を下げるわけですよ。そしてなんでね、成功している人に聞くかっていうと、成功体験を聞くことによって成功の法則を知ることなんですよ。このどちらでもいいし、両方だったらもっといいですよね。あとはね、大きな失敗も大きな成功もしてないけども、とりあえず何度も何度も経験してきて、なんとなくわかるよっていう人ですよね。まあ、これがだから体験に勝る知識というやつなんですよね。はい、まとめて言うとね、ビジネスのこと、もしくはお金稼ぎや企業のことを誰に聞けばいいかなってことをちょっと考えてみると、経験がある人か経験に勝る知識がある人だと思うんですよ。で、このね、経験に勝る知識がある人っていう考え方っていうのは、例えばね、コンサルティングをまあ専業としてる会社って世の中にいっぱいありますよね。なんとかコンサルティングとかね、なんとか総研とかありますよね。まあいろんな会社にビジネスのアドバイスをする会社です。でもこの会社、新入社員がいたりとか、入社3年目の社員がいたりとかして、そういう人がね、担当の会社を持ってコンサルティングしてるわけですよ。当然こういう人って自分で起業したことはないはずなんですよ。でも自分で起業もしてないし、自分でビジネスもやってないのに、なんでビジネスのアドバイスができるかっていうと、日々ビジネスのアドバイスの勉強してるからなんですよ。で、これが体験に勝る知識を積むってことなんだと思いますね。だからね、基本的には体験をした人に聞くのがいいんですけども、体験をしてない人に聞く時でも、体験に勝る知識を持ってる人に聞くのはいいんじゃないかなっていうところですかね。まあこの両方がアドバイスを受けるべき相手になるんじゃないかなと思います。あとは大事なのはね、信頼関係がある人ですよね。言いっぱなしで終わりじゃなくてね、きちんとアドバイスの結果に興味を持っていただいて、何がしかの修正案とかね、それから再起案をその後にアフターフォローしてくださる方、まあそういった方が身内にいるといいんじゃないかなと思います。はい、当然ですけどもね、私の速稼塾ではビジネスのアドバイスをするのと同時に、うまくいかなくなったらどうするとかね、じゃあ他の道にどのように転身していくか、こういったところまでしつこくしつこく追求してサポートしていきますので、よろしくお願いします。それでは。